ちょっとだけ休もうかな。寝ちゃわないようにしないと。どこに行こうかな。よーし、行くぞ。だけ鍛えてるんだよね。強そうだけど大丈夫かな。そこだよっ、せーの連続よ。そこだよっと、はあ、ライザー任せた。そこだよっと、はあ、そこよっと、よろしく。いっぱい、そこだライザー任せた。せーの、な、そこだよっと、はぁ、あ、っ、はぁ、あ、っ、はぁ、あ、かっこ悪いな。よし、行くぞ。強そうだけど大丈夫かな。そこだよっと、せーか連続よ。さてとはどうしようかな。飛んでけ、せーか連続よ。ライザー任せた。そこだよっと、はぁ、何を使おうか。タオよろしく、連続よ。そこだよっと、特訓のセクライザー任せた。セーカーをよろしく。あっ、ライザー任せた。そこだ、何を使おうか。一気に行くよ。いっぱい、そこだよっと、セーカー連続よ。そこだ
変えるよ。何を使おうか。さあ始めるよ。そこ、そこ、よろしく。せーの、そこだ。よっ、はあ、よっ、せーた、連続よ。そこだ。よっ、はあ、よっ。何を使おうか。戦況を変えるよ。ライザ、何を使おうか。任せた。そこだ。タオ、よろしく。ライザ、任せた。タオ、よろしく。特訓の成果だ。成果、連続よ。ライザ、任せた。何を使おうか。戦況を変えるよ。僕が行く。ライザー、任せた。さてとはどうしようかな。さてとはどうしようかな。これでどうだ。正解、あたしたちの勝ちだね。ちょっとは強くなれたのかな。もっともっと強くなるぞ。えい、ティア、ティア、えい、ティア、僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。綺麗な原石。よいしょ。これで何作ろうかな。
大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。は。そこだ。よっと。はあ。ライザー。任せた。そこだ。よっと。よし。ライザー。任せた。せーの。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。加工して宝石に、なんてことないよな。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。連続よ。そこだ。よっと。はあ。ライザー、任せた。さあ、始めるよ。そこだ。よっと。はあ。さあ、始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。セーター。そこだ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。もっともっと強くなるぞ。大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。そこだ。はあ。はあ。ライザー、任せた。そこだ。はあ。ライザー、任せた。よろしく。そこだ。楽勝楽勝。さあ、早く進もう。ちょっとは強くなれたのかな。そこだ。よっ。せーか。連続よ。そこだ。よっ。と特訓の成果。連続よ。飛んでけ。ライザー、任せた。さあ、よろしく。せーか。連続よ。特訓の成果。ライザー、任せた。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。大丈夫そうだ。そこだ。よっと。はあ。正解。連続よ。はそこだ。よっと。はあ。連続よ。ライザー、任せた。よっと。そこ。
楽勝楽勝。さあ早く進もう。大丈夫そうだ。そこよっと、はあ、正解連続よ。そこだよっと、はあ、ライザー任せた。そこだ、はい、そこ、はあ、そこタオよろしく。そこだライザー任せた。そこだよっと連続よ。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。大丈夫そうだ。そこだよっと、はあ、連続よ。そこだよっと、はあ、せーの、ライザー任せた。そこだよっと、はあ、何を使おうか。そこ楽勝楽勝。さあ早く進もう。大丈夫そうだ。そこだよっと、はあ、連続よ。そこだよっと、はあ、ライザー任せた。そこだよっと。僕もちょっとだけ鍛えてるんだよね。金属は本当に何にでも使えるからね。持てるだけ持っていこう。したの？これってひょっとして遺跡じゃない？手帳にも渓谷の近くに遺跡が眠ってる的な一文が書いてあったろ。渓谷の底の乙女は起こしてはならぬだっけ。そう、それだよ。きっとここのことを指してたんだ。でも探してる遺跡とは違うものかもしれないよ。クリント王国時代のものかもしれないし。ありえない話じゃないけど。あ、待って。いや、これはクリント王国のものじゃない気がする。見たところもっともっと古いものじゃないかな。多分最初に行ったあの遺跡と同じものっぽい気がするんだ。
ごいな。そんな古い時代の遺跡がこうして残ってるなんて。あれ？なんだろう、ここ何かはめ込めそうかも。変わった形のくぼみだね。でもこんなところに何をはめ込むんだろう。これ何の、ひょっとしてこれなのか。うわっ、動いてるよこの遺跡。これ本当に本物の鍵だったんだ。どれくらい閉じたままだったんだろう。わからない。きっと気が遠くなるくらい遥か昔からだと思うけど。こうしてでもしょうがない。タオ、中に入ってみよう。あ、うん、そうだね。よし、調査開始だ。羅針盤が動き出したよ。フィーの光も強くなってる。やっぱりここはあの遺跡と関係あるんだ。フィー！フィーといい、その羅針盤といい、なんだか不思議だね。やっぱりこれ古式ヒグっぽく見える。だとするとそれってつまりクリント王国の錬金術師が作ったってことだよね。アンペルさんもこんな風に経験を積んでいろいろ知っていったのかな。やっぱり遺跡の中だと反応するのかな。でもアトリエでも反応してたよ。そうなのか。どういう仕組みで何に反応してるんだ。わからないけど、それならフィーも同じものに反応してるってことになるよね。何にしてもいろいろ情報不足だね。もっと調べてからじゃなきゃ予想もできないよ。だね。とにかく先に進んでみよう。何か起きたらその時はその時よ。ほんとライザは頼もしいな。